20世紀末、世界各地に未確認飛行物体がたびたび出現するようになった。エイリアンに関する事件が多く報道され、人々は恐怖に陥れられていた。エイリアンの侵略を防ぐため、世界中の優秀なパイロットや戦闘員、科学者を集めて独立した国際秘密組織 XCOM を設立した。まずエイリアンと戦う前に行動の拠点となる基地の設営を行わなければならない。メンバーの募集は序盤の戦闘に大きく影響する。各国から与えられた資金の中でメンバーの募集をはじめとして、戦闘機、ミサイル、戦車、ピストル、爆弾、研究室などのさまざまな武装兵器を整備しなくてはならない。ついに基地のレーダーが UFO を発見。 UFO はゆっくりと北東に進路をとっているようだ。 XCOM の隊員を出撃させて UFO を迎え撃て。直ちに戦闘準備に入り、速やかに任務を遂行せよ。エイリアンと隊員の戦いはターン制で交互に行われる。しかしリアルタイムで進行するので、隊員の攻撃中にエイリアンに見つかると反撃される場合がある。エイリアンの位置には注意が必要だ。パソコン版でアメリカで輝かしい実績を誇る戦略シミュレーションゲーム XCOM。アメリカ、ヨーロッパに次いで、ついに日本にも上陸。エイリアンの侵略から地球を守れるのは国家秘密組織 XCOM を指揮する最高司令官のあなたしかいない。